手の様、これからの歩みをどうぞ豊かに導いてください。イエス様の名前によってお願いします。アメン。先ほどキリスト教の、ことを言いましたけども、キリスト教はですね、日本では正教ですね。ロシア正教の教会があるんですよね。ギリシャ正教の教会はないのかな。これは正教はギリシャでもロシアでも正教というグループに一括りしているんですね。お茶の水にあるのはロシア正教でした。ギリシャ正教で、まず正教というグループ、これがあります。そしてカトリック、これバチカンを中心としたカトリックですね。それから、プロテスタント、この3つに、分かれます。で、先日からこれ述べてますが、最初は初代教会っていうね、ここ全ての元みたいなところがあったんですね。そしてこれがまず東西教会に分離します。東西ですね。で、これがローマカトリック、そして東が正教となったんですね。まあ、最初はギリシャ正教ですけど、ギリシャがコンスタンティノープルですね、イスラム教徒に占領された後、ロシア正教、ギリシャ正教、こういろいろ融合正教ってね、形でもうバラバラになったんですね。でもこれは正教っていうのは本来一つなんです。で、これは東、ローマをポイントにしてたんですね。こっちは西ローマをポイントにしました。で、カトリックですね。そしてカトリックが1517年でしたっけ、ね、私は高校時代がはるかに遠くなかったですね。ね、ルターの宗教改革は何年でしたっけ。1517年、多分大丈夫ね。大学は今だよね。1517年わかんない、そっちも大学じゃなかったっけ。あ、そう。じゃあ1517年にしておきます。間違ったら抗議してください。ね、これ ルターの宗教改革ですね。まあ大体この辺ですよね。で、ここからプロテスタントが始まったと。ですからこの3つにこう分かれてますね。これが基本的。そして先週言ったのはエホバの証人とかモルモン教とか原理運動はキリスト教と主張していますが、これはですね、キリスト教とは言えない異端のグループです。ですから皆さんね、エホバの証人とかなんかで聖書研究しましょうって言った時に、これは異端だと思ってください。これ違うと。キリスト教っていうのはこの3つです。ローマカトリック、そしてプロテスタント、そして、正教、ギリシャ正教、ロシア正教ですね。こっちは異端ということになります。モルモン教の人で有名な人いましたっけ。斎藤なんとかさんってモルモン教ですよね。で、原理運動はいましたよね。中学生の3人、山口桜田淳子、桜田淳子は原理運動だったかな。で、エホバの証人は、この間の人はエホバの証人って言ってましたね。なんだっけ、あそこの、なんだっけ、漫画で、なんだっけ、もう有名な漫画で、外国でもやってクレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃんの作者はエホバの証人って言ってましたね。だから結構異端の人がいるんですね。ただこれはキリスト教とは言えないですね。だからこれはもう完全に違うと思ってください。ですからキリスト教っていう時はカトリックとプロテスタントと、ね、あと正教、これが一つということですね。そして我々はプロテスタントなんです。このプロテスタントにも3つの考え方があります。自由主義っていう考え方ですね。で、新正統派っていう考え方です、そして、
神聖とはね、それから、保守主義、保守主義ですね、あ、保守主義ですね、コンサーバーとかですね、この3つがありますね。自由主義というのは何かというと、聖書観なんですよね。聖書は真理を組む、ね、真理を組むというのは具体的に何を言っているのかというと、哲学書と同じだと、ね、で聖書の中に生き方が述べられている、ね、そういう考え方です。ですから十字架によって救われるとかそういうことはすっとんでますね。だから我々はキリスト教とは言えないと考えてますが、教会と言われる中にそういう人たちもいるということですね。神聖党派は何て言っているのかというと、聖書に誤りを含むと、で聖霊が働くならば神の言葉となると、こう言っております。ね、バルトやなんかバルト神学って有名なんですね。で保守派はですね、大きく言って2つあるんですね。福音派とそれからカリスマペンテコステです。でこの保守派の特徴は、聖書は曖昧ない神の言葉で、こう語ってるわけですね。でこれは要するに原則的な立場です。ですが本来のキリスト教会というのはここにあると思っています。でみんなの思っているようなね、キリスト教会。そして、福音派は聖書は曖昧ない神の言葉と考えていますが、癒しとか予言とかそういう具体的な働きに関しては、否定的です、ね、肯定しててもあんまし熱心にやらない。しかし、カリスマペンテコステははっきりとそれが起こるということを主張し、また具体的にそういう働きを成していると、これがカリスマペンテコステですね。そしてですね、今、このカリスマペンテコステが一気に世界で伸びています。これですね。で我々 のカリスマペンテコステの教会です。先ほど私の義理の父親のがんが半分になったってことを言いました。こう癒しが起こってますね。最後の宣告をされたわけですね、まあ、そこから逆転が起こってきています。こう癒しの働きですね。それから私は死ぬってやりましたけども癒されました。で私の次男は生まれつきの脳障害で生まれましたけど癒されました。具体的にね。でこれは、神様が生きて働いておられることの証拠です。うちだけでいっぱい証拠あるね。それほど神様が働いておられるんですね。で皆さん、ね、神様生きて働いておられるということをね、どうぞ覚えてください。そして私たちはですね、その神様との関係が我々が罪のゆえに立たれています。で聖書では私たち人々を罪人と言っています。ですから私にしても皆さんにおいても罪人なのですね。でしかし、罪の身代わりの十字架がイエス・キリストによってなされ、それでイエス・キリストが復活されたんですね。そのイエス・キリストの十字架を信じるとき、私たちの罪が許されて永遠の命が与えられるんですね。そして神様との関係が戻ります。ですから私は、ね、神との関係が戻っているわけですね。だから本を何冊か書いてありますけど、神様がこう言ったとかね、私はよく言いますが、これ関係があるからですね。いろいろ示しとか導きとか具体的に起こります。例えばさっきね、その給料献金しろとかね、めったに言われませんけどね、あんま神経質にならないでも結構ですけどですね、来ますよね、はっきりね、具体的にですね。あるいはその、献金した後にあなたに10分の1を支えさせた、あなたにその10倍を与えようとはしがれました、はっきりね、神様が。それでその通りのことが起こって、奇跡が起こってきますけども、要するに神との関係が回復する、このことですね。でここに大きなポイントがあるっていうのね、どうぞご覧ください。お願いします。天のすまなたの御名に感謝、イエスの名前、アメン。はい、どうもご苦労さんでした。